美容師道場の直吉です。今回のテーマはこちら、サイドから着る王道ショート。はい、で今回のポイントは3つあります。骨格補正とフォルムコントロールとアウトライン、この3つを自由自在に操ることができます。サイドから着るというのはそういう利点があるんですね、はい、で自由自在にコントロールできるとどういうことが起きるかというと、どんな髪質、どんな骨格にも対応することができます。おだこの、ね、サイドからの切り方知っておくとすごく便利なんで、ぜひとも見ていってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いしま す, お願いします。じゃあサイドから切ってくるショートやっていこうかなと思います。で最初ね、こうやってサイドから切っていくとなったらブロッキングを取ると思います。このようにね、うんうんうん、でサイドから切ってバックを切ると思うんですけれども、この最初の一線すっごい大事なんですよ。でなんで大事かっていうと、頭の幅を計算しないといけないですね。ほうほう、うんうん、なんのこっちゃと、なんのこっちゃって感じなんですけど、例えば人によっては頭がすごい出てる人とか、はい、耳がすごい前に出てる人とか、はい、耳が後ろに行ってる人とか、はい、それによってここの幅って変わってくるわけですよ。うんうんうん、要はこのサイドの幅が変わってくるわけだから、この一線によってここのアウトラインの作り方が変わってくるよねと。なるほど、そうですよね。こっちがサイドの毛で、こっちがヘムラインの毛になってくるんで、はい、間違いなくこっちが前下がり、こっちが、あ、まあ前下がりかどうかわかんないけど、こっちがライン作って、こっちがこう切り替わりの部分になってくるじゃないですか。なんで間違いなくここの一線を間違えてしまうと、大げさにやるとここだけサイドになって、これがヘムラインになって、すげえバランス悪いじゃないですか。最悪ですね。これは最悪っすよ、はい、これはエイリアンみたいになってますね。エイリアンかよバカ野郎、バカ野郎みたいな感じになっちゃうんで、はい、これをちゃんとバランスよく、まあ言ったらね、こっからこのヘムライン、まあ大体、はい、まあ1対1まではいかないですけど、こうやって広がってきた時とかにここにつながってくるとバランスが良くなるかなっていうのを見極めてブロッキングをしてあげた方がいいかなと思います、はい、なんでここの一線すごい重要なんで、はい、ちゃんとお客様に合わせてこの幅、はい、変えてあげるといいかなと思うんで、ここぞっていうのを決めないで作ってあげるといいかなと思います、はい、じゃあ切ってきます。でサイドから切ってきますね。サイド切ってきますね。でまず一線取ります。まあ、フラットでも前下がりでもいいっちゃいいんですけど、じゃあフラットが分かりやすいんでフラットで取りますね、はい、でここの一線、まあ、アウトライン決めるところじゃないですか、はい、でまあ大体ワンレーンで切るってなったらここだと思うんですけど、はい、結構皆さんサイドから切るときとかにここワンレーンで切ったりとかするんですよ、はい、でワンレーンで切っちゃうと結構バツンっていう感じのカットライン残っちゃうんで、はい、やっぱ質感は大事にしていきたいから、もういきなり90度で切ります。ここの頭皮に対して90度、はい、セームレイヤーの位置ですね、はい、で切るんですけど、まあ大体こうやってワンレーンこうやって見た時に、まあこの辺にしようかなと思ったら、はい、まあここからこうやって上に上げれば大体ワンレーンの位置は分かるので、はい、ダメですよ、こんなんで切っちゃダメですからね、バカ野郎はい、この辺でまず切ってみましょう、はい、あー、ブラントで切っちゃってごめんなさい。チョップでも、チョップの方がいいかな。はい、チョップでこうやって切りますね、はい、でそうすると、下ろした時にこういう形になります。あれ、フラットで切ったのになんか前下がりと前上がりできてないですか。できてます。これなんでですか。これ頭の形です。そうですね、頭の形、まあ頭の形とあともみあげですね、はい、この分がいるんでフラットで切れば勝手にちょっと前下がりっぽい雰囲気と、はい、ここの前上がりの感じができるわけですよ、はい、だからもうこれだけでも十分アウトライン可愛いと思うんですよね。可愛いっす、はい、なんであとはもうこれにかぶせていきます。
この SSL じゃない、セームレイヤーですね。セームレイヤーの位置に上をただ引き出す。で、顔周り切りたくないんで、顔周りだけちょっと逃がしましょう。こういう感じですね。はい。ここも全部セームレイヤーの位置まで引いて切ります。トップはまあ頭なりに、頭なりじゃないですね、床に対してですね、45度で切っていくかな。あとでこのね、鉢植えのところは L 入れるんで、まあとりあえず切っておくって形でいいかなと思います。で、ここの角は後から前髪からこうつなげていく、はい、切るところなんで、こうやって残しておきましょう。こちらの動画参考になりましたら、こちらからチャンネル登録お願いします。クリッククリック。はい、じゃあ再度切り終わったんで、バックへの展開なんですけど、まあ鉢しっかり留めてあげた方が分かりやすいかなと思います。で、ここのね、サイドの一番端っこ、ここが起点になりますよね。さっきヤティヤで作ったところが、そうです、そうです、これが起点になるかなと思います。で、ここからこういう縦の前上がりを作って、はい、ここをつないでいくかなと思うんですけど、これでまずサイドからヘムライン、アウトラインまでのこの形を作っていくという形になりますね。で、いきなりここに引き出してこうやって作っちゃったりとかすると、最初慣れてないとやたら穴開いちゃったりとかするんですよ。ここの 僕穴開きます。そうなんですよ、ここの形難しいんですよね。はい、なんでそういう失敗をなくすためにも、まずはこっちにダイレクションかけちゃいましょう。あ、前にダイレクションかけて長さ残しておくんですね。そうです。で、ここでワルネで切っちゃっても全然いいかなと思うんですよね。はい、で、切る時もここがこうやってへっこんでたりするんで、はい、ちょっとこう緩やかに丸くつないであげると綺麗につながります。でもまっすぐじゃないんですよ。そうですね、ちょっとこう丸く、まあ後からどう切るんでちょっとざってもいいんですけど、はい、こうやってつないであげて、こうやって見てあげると。なるほど、穴開いてないですね。穴は絶対開かないですね。で、こうやって普通に下ろしたときに、あ、もうちょいここ切りたいなとかだったら、こうやって下ろして。こうやってつないでいくのがいいかなと思います。はい。はい、じゃあ、アウトラインね、こういう感じですね。可愛いですね、すでに。もうバランスがいいかなと思うんですよ。はい、なのでこういうのをまずは作ってあげると、はい、そしたらもうあとはここを切らないようにして切り進めていけばいいだけなので、今アウトラインができたんで、次は真ん中の方をちょっと切っていきたいかなと思います。はい、はい、そう、真ん中切らなかったらね、こんだけボテって残っちゃいますからね、はい、ここから絞っていきたいと思います。で、さっきの角度、まずさっきの角度、はい、さっきの角度取ったんですけど、さっき倒して切ったじゃないですか。はい、要はここワンレンなんですよね。はい、角が残ってる状態であまり可愛くないんで、ここを一回このセームレイヤーの位置に引き出して角取っちゃいます。はい、そしたらさっきのここの位置が前上がりのガイドになります。はい、はい、でこれに合わせてこうやって取ってきますね。はい、でここからポイントですね。
今からここを切っていくんですけど、今ここにセームレイヤーの位置のやつがいるわけじゃないですか、ガイドがね、はいはい、ここにこういう子がいますよね。で、ここにこうやって全部合わせて切ればウエイトはすごく丸くなるの分かります？重ための、ダイレクションでそうなりますよね。そうです、全部ここに集めて切るんで、はい、その分ここに丸みが残りますよね、はい、逆にこのセームレイヤーと同じで、同じ風にこうセームレイヤーで全部切り進めていったら、かなりこうフラットな形、まあ、メンズっぽい感じのセームレイヤーが乗っかる形になりますよね、はい、だその間をどう調整するかなんですよ。うん、それによってここの絞り方とか、うんうん、あと骨格に対してどうするのとか、うんうんうん、立体的に見せるにはどうするの、その骨格に対して、はい、っていうのが出てくるので、まあ、似合わせとかデザインとかもそうですけど、そこを調整してもらいたいかなと、ここで、はい、思います。で今回は、1個前にダイレクションみたいな形で切っていこうかなと思います。はい、はい、で、ここの前下がり、あ前上がりか、前上がりのスライスあると思うんですけど、概要欄に斜めスライスの考え方っていうのを前にやってますんで、それをちょっとご覧になっていただけると、この前上がりの方も理解は簡単かなと思います。はい、はい、で45度に引き出します。ここは、床に対して45度なんでこの位置ですね。はい、この位置で、でここの丸みはもう頭皮の方に入ってきてるんで、頭皮に対して45度、はい、でこの下は、この下ももう下向いてるんでね、かなり低めの45度で切っていきます。これを繰り返していきますね。はい、で1個前なんでちょっと侵入して、はい、で切れるところまで切りましょう。はい、はい、そうするとここにこういう前上がりのラインが入ってるの分かりますかね。あ、入ってますね、ウエイトが。ウエイトが、はい、ここにね、こういうラインの子が入ってるんで、はい、ここがこういう丸さが出ますよね、はい、で、ここに一番重みがたまるはずなんですよ、はあはあ、こういう形になってるかなと思います。で、これをあとはどう削るか、アンダーから。なるほど、このアウトラインを切らないようにして、このウエイトどんぐらい削るかなっていうのも決めていけばいいかなと思います。はい、はい、じゃあ、右側も切り終わったんで、今バックがこういう形になってますね。ここが前上がりに上がってきて、こっちも前上がりに上がってきて、ここに全部集まる感じ、はいはい、要はウェイトがこういう丸さになってると思います、はい、うんうん、で本来であれば多分今、ごめんなさい、このねウィッグはねアウトラインがあったんであれなんですけど、本当だったらここにね長い毛をベロンって出てるはずなんですよ。そうですよね。そしたらもうその襟足の長さもこうやって決めちゃえばいいかなと、はいはいはい、長いのをこうやってもうここは決まってるんで、はい、そこをアウトラインどうするかを決めてもらえばいいかなと思います、うんうんうん、で、ここのウエイトね、ここのウエイトもこうやってなってるんで、このまま残したってもちろんいいと思うんですよ、はいはい、でもいらないなと思ったらここ削っちゃえばいいと思いますし、あ、前上がりできると、じゃあウエイトのコントロールも後から自由自在にできます。できます、もうもちろんできちゃいますし、まあ、その
アンダーの作り方もね概要欄とかにあるんで、あそこそれもね、アンダーも自由自在に、そうアンダーも自由自在にこっから決められますよね。はあ、ですね、あのセームレイヤーでもいいし G でもいいし、はい、まあ、そこを似合わせあったりとか骨格に対して作ることもできると。どんな骨格とかどんな髪質の方にも対応できますね。そうですそうです、だからサイドから切るのってすごく利点がたくさんあるんですよね。なんで、まあ、今日はちょっとこの辺削ろうかなと思います。気持ちね、この丸かったところをちょっと平行気味にするぐらいで切っちゃおうかなと、はい、まあサクッと切っちゃいますけど、本来であればタッカールで止めてください。これだけで襟足が絞られましたね。ね、これだけでも十分ですよね、はい、まあこういうアンダーでもいいかなと思いますし、まあもっと絞ってももっとウエイト高めにしても全然いいし、はい、そこはもう本当お任せしますので自由にやってみてください。はい、はい、じゃあ顔周りをね、まあ全部パッと切り終わったんで切っていこうかなと思うんですけど、まあここはさっきサイドで残した毛ですね。でレイヤー、ここの顔周りの、ね、切り方とかはあの概要欄あるんで、そこ見てもらえたら嬉しいかなと思います。概要欄何でもありますね。もう概要欄にね、もう全てが載ってます。こんな感じにしときましょうね。切りましょう。あのこう分け目ねずらしたりとかしてもね全然平気なんですよ。もしかしてそれも概要欄ですか。あ、これもね概要欄に載ってるんですよね実は。過去の動画見れば何でも分かるようになってます。はい、ぜひ見てください。今回ねあの前髪もうレイヤー入れちゃおう、前髪に合わせてレイヤー入れちゃおうかなと思うんで、もうこの顔周りの時点で前髪に持ってきちゃいます、合わせて。もうレイヤーの作り方は自由でいいんですかね。もうレイヤーの作り方は自由でいいです。なぜ自由でいいかは概要欄見てもらえます。鉢植えはデザインになってくるんで自由自在に。そうですね、はい、よし、オッケー。じゃあここからレイヤーもつないでいっちゃおうかなと思います。まあ、大体ショートとかのレイヤーだったら放射状に切ってあげることがやっぱりいいかなと思います。あの横スラでのレイヤーの入れ方とかもやったんですけど、ショートに関して言ったらあのやっぱり放射状の方がいいかなと思いますので、放射で繋いでってあげてください。もっとこういうのを知りたいとかいうのがありましたらコメントください。高評価もお願いします。お願いしました。ついちゃったりとかもしたんですけれどもね、まあアウトラインまず見てもらえたら嬉しいかなと思うんですけど、すごくバランスがよくアウトライン切れたかなと思います。やっぱりさっきも話してましたけどね、ここの比率によってだいぶ変わってくるかなと思いますので、ここの1本最初ブロッキングするとき気をつけてもらえたら嬉しいかなというところと、まあやっぱりサイドから切っていくとね、ここのウエイトのコントロールもそうですし、アウトラインの長さもそうだし、いろんなところがコントロールできるようになります。まあ、骨格髪質に合わせて、作り変えることができるかなと思うので、まあぜひともねこのサイドから切る王道ショートというか、まあ切り方っていうのはね覚えておいてもらえると便利かなと思いますので、まあぜひとも実践してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。
アブちゃんの動画の方が指名売り上げ伸びるよ。なんだよ。ボス、美容師道場、チャンネル登録はこちら。